ありがとうございます。ニニニットです。久々にね、編み機2台片付けまして、机の上が広々です。で、今日はこれから、簡単 DIY をしたいと思います。まずこちらですね、先日ご紹介したヤーンボールオーガナイザー、毛糸玉の収納のアイデアをご紹介しました。で、ちょっとこっち見てください。こちらこれ1段に 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9玉の毛糸玉が入っています。これを今日は作ってみたいと思います。はい、まず用意するものです。じゃあ、ペットボトルです。1リットルのペットボトルですね。これ私はこのね、おいおい転がらないでこのトップバリューイオンのプライベートブランドですね、トップバリューの炭酸水がとにかく炭酸が好きでですね、この、スパークリングウォーター、これをいつも常備してます。だからどんどんこれが 2,3 日おきに出ます。2日おきぐらいかな。ですから、で、中がお水なので綺麗ですしね。まずこれを3つ使いました。それからこちらですね、それから、カッターで、ガシッとよく切れるハサミ、そして、念のために、ハンドソー、ハンディなノコギリですね。で、布製のガムテープで、あとはこういう、何でもいいと思います、こういう歯切れというか布地です。それから両面テープです。これ編み状際に使うんで1センチしかないんですけど、もっと幅があってもいいかもしれません。スポンジ交換用の1センチですね。はい、この程度かな。これでですね、このまずこの口の部分のギリギリのところを、切るところ印つけてみましょうかね。こう見るとこういうタイプの場合 1,2,3,4,5 って分かれてますね。これの2つ分、1,2 この2つ分からずっとまっすぐ切り落とします。ここが硬いですね。ここがとても硬いです。で、行かないで天然水なんかは、こういうボトルですよね。こういうボトルだと、もうこの部分だけ、この部分だけカットしてしまうと、これすごくいいかもしれないですね。布を貼るにしても、とてもやりやすいと思います。こんな風に、こういう、まあ上はこうなってるのかな。こういうボトルね、こういうボトルはきっちり4つを貼れるのでいいんじゃないかと思います。が、うちにはありません。こちらお水が美味しいのでね、天然水買いませんはい、それでまずは、まあ順番からいくと、まずはここを少し切り込みを、もうちょっと上がいいかな、少しここにカッターで切り込みを入れますね。あれ、このカッターあまり切れない。切り込みを入れて
で丈夫なハサミで、これ DIY 用のハサミなんですごく強いんですけど、キッチン用のハサミなんかもいいですよね、強いから。あらららららら、ずれちゃった。こういうことです、私のやるのは。何でしたっけ、熱を出すハンダ付けなんかに使う、あれなんかだとピューッと熱で切れるんでしょうけど、ちょっと嫌な匂いがしそうなので使いません。結局カッターで切っちゃった。でここですね、カッターで綺麗に切った方がいいのかな。怪我にご注意ください。ね、ノコギリだとね、こういう部分どうも強く作ってあるみたいで、プラスチックが。こっちを切りましょうか。ここ2つ分のところですね。切っておけば、ここの部分ですね、ちゃんと切ってあるので、はい、切れました。こういう頑丈な部分を残すことでね、強く作れると思うので、でこちらも一応切り込みを入れておいて、これで切れるかな。やっぱ中心部分硬いですね。中心部分硬いです。でまたこのノコギリで、なんかノコギリを動かすというより、このペットボトルの方をこう動かす感じ、あと切りやすいみたいです。すごいですね、頑丈。はい、切れました。まあこういうものを、もう2つ私は作りました。残りはこれ、いらないですね。はい、3つが切れました。これ、残ったのはこういう、細めなね、この3枚だけ、これはリサイクルに回します。それでこういう風にして、この位置を合わせて、これ布製のガムテープがいいと思います。もうただここの位置を合わせて壁を貼っていきます。こうやっといて、こうやって位置を合わせて、透明なんで見えづらいかな、
こうやって貼っていくだけです。ここもこうやって位置合わせますね。はい、こんな感じでもう形は出来上がりました。それでですね、このままでも別に毛糸をこう毛糸さんをこうやって入れるわけですからいいんですけれども、何かこういう歯切れがあったらですね、これちょっと実は足らないんですけど小さすぎます。too small まあ一応やり方だけこっちの見える部分側に貼ろうかな。もうただですね、両面テープをこんな感じかな、ちょっとこっち側だけにしますね。はみ出ちゃった。で、ここの部分を残してこうやって縁に貼っていきます。こんな感じです。それでここよく布が突っ張らないようによくこういうふうにしておいて、これはここに貼った方がいいか。適当です。DIY される皆さんね、とっても器用になさってますけど、私はこんな風にうまく上手にできません。これ大事なのはここのこのしっかりこうですね。で次を貼って、でまた次。こういうところも、だからこう真四角だといいですよね。真四角の買おうかな。もうただね、形に合わせて布地をここの部分がしっかり深さをダメにしてしまわないように気をつけながら貼っていくだけです。まずこうやって差し込みますね。で、つけたい位置に、クリップです。クリップで留めちゃいます。パチンパチンって倒します。で、留めます。そしてもう一箇所ぐらい。こうですね。これで、ただ毛糸さんを8、9、
9個入ります。ビッグヤンボール、大きい毛糸玉はこういうねやり方でして、一つの列に1、2、3、4、5、6、7、8、9ペットボトルで作る、ヤンボールオーガナイザーのご紹介でした。以上です。